さあさあ、僕らは再びこの場所に戻ってきた。公演まで1週間を切りましたよ。はい、この前新人公演が終わったと思ってたのに。時間は少ない、早速稽古を始めよう。シロマとのダンスをかけてルイスと勝負することになった長谷倉。献身的にサポートしてくれる安藤。長谷倉はそんな安藤に対して少しずつ特別な感情を抱き始める。ではフミから。長谷倉さんには長谷倉さんのいいところがあります。そこが引き出されるように私も踊るので安心してください。ありがとうございます。でもそれだと安藤先生は窮屈じゃありませんか？主役は長谷倉さんじゃないですか。そんなこと気にしなくて大丈夫ですよ。さあ踊りましょう。このシーンの安藤先生めっちゃいいよな。ダンス大会で数々の賞を取っていた人が長谷倉さんのために脇役になるんだもんね。しかも安藤先生だって長谷倉のことが気になってんのに、シロマとうまくいくように助けてあげてんだよな。安藤先生。コクト、ちょっといいか。はいはい。このシーンはもっと安藤を前に出した方がいいんじゃないか。観客も安藤の表情が見たいと思う。長谷倉と安藤の立場が逆転した。カイさんがフミさんを立てようとしてる。カイさん、俺とのシーンでも俺が目立てるようにいろいろアドバイスくれるぞ。あ、僕も白田先輩にも声をかけてたな。みんなが花として輝けるように器として動いてくれているのかな。それがカイさんの役目なのかな。なんだ、考え事か。もう休憩入ったぜ。あ、フミさん。ユニベール劇場新人公演の時はお前がアルジャンヌだったな。今回は俺がアルジャンヌだ。馴染んだ場所なのに毎回違って見えるよ。今回はダンスが多いからな。ユニベールの歌劇らしく華やかに彩ってやるさ。誰もが夢中になるくらいな。しっかりクォーツを引っ張ってやんねえとな。今回の公演はアルジャンヌを生えさせるためにあえてジャックエースを軸に置いてるってネジ先輩が最初に説明してた。フミさんの出来次第で舞台の出来も変わるんだろう。フミさん、ひょうひょうとして見えるけどその責任は誰よりも重いんだろうな。みんなそれぞれ役目がある。だったら私の役目は。キス。
マジかよ。いよいよ明日は夏公演。ドキドキしますね。ワクワクしますね。それじゃあ長谷倉と安藤のダンス最終合わせ入ります。カイ、リード頼むぜ。わかってる。カイさんもフミさんも集中してる。よし、行くぞ。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。長谷倉が安藤先生をリードしてる？長谷倉さん、どうしたんですか？これじゃあなたが目立てない。ルイスさんに勝てません。気づいたんですよ。もともと知ってたことなんですけどね。しっかり自覚しました。自覚した。俺はルイスと違って目立つのが好きじゃないんです。意識の高い人々に囲まれて前に出る勇気がない自分に嫌気がさしていたのですが、俺は自分が前に出るよりも前に出るべき人のサポートをする方が好きだ。このセリフ、まるでカイさんのことみたい。周りが輝くように立ち回ってサポートするカイさん。そして安藤先生、あなたこそ前に出るべき人なんです。いや、あなたが前に出て輝いているのを俺は見てみたくなったんです。船乗りならアカプルコを目指せ。社の創設者の言葉です。意味は分かりませんが、なんだか勇気がもらえるんです。踊ってください、安藤先生。あなた自身のために。身を任せて、いいですか？行くぜ、カイ。ああ。フミさん、ダンスのキレが一気に良くなった。ダンスやってる時のフミさん最強だからね。あれだけ華やかな人もそういないでしょう。あの人、実家が日本舞踊の家元で小さい頃から踊ってるからね。自分の見せ方熟知していらっしゃるんでしょ。はい、ギャラリー組セリフ。ダンス大会に出ていた時の安藤先生だ。思わぬ策士がいたようだ。いや、
長谷倉が本来の力を発揮しただけか。向井君、勝負は決まったよ。そうですね。フロアにいる人たちが全員あの二人を見ている。カイさん、フミさんのダンスについていくだけでも大変なのに、フミさんが綺麗に見えるようリードしてる。アルジャンヌであるフミさんが美しく見えるように立ち回ることがカイさんの役目。花を見せるための器。器。あれ？フミさんを美しく見せるための器がカイさんなら、カイさんを主役として彩るための器はどこにあるんだろう。長谷倉先輩をより魅力的に見せる役目を持っている人って、あ、私だ。え、どうしたの、キサちゃん。長谷倉先輩の日常の中で一番近い位置にいるのは向井だ。向井が、私が甲斐さんを引き立てなきゃいけなかったんだ。私が甲斐さんの器だ。明日本番なのに今頃気づくなんて。よくわからないけど、明日まで時間があるって考えたらいいんじゃないのかな。舞台はまだ始まっていないよ。私は、私の役目は、では今日はこれまで。明日は夏公演だ。みんな、しっかり休んでおいて。ネジ先輩、ちょっといいですか。おやおや、休んでおいてと言った矢先に。大事な話かな？場所を変えようか。で、公演前日のウルトラ忙しい時にそんな覚悟を決めたような目をしてどうしたの？カイさんの器になるにはどうしたらいいですか？ん？カイの器？カイさんが主役として入るようにカイさんの器になりたいんです。それがこの舞台における私の役目なんじゃないかって。ああ、これはネジ先輩？いや、ごめん立花君、それ100点、いや120点だ。今回君は夏公演期間中すべて使ってジャックを演じる難しさに苦しむだろうと思っていたよ。自分のことで精一杯ってやつだ。ところが君はジャックを演じることに自分なりの答えを見出し、次のステップに進んだようだね。与えられた課題をこなすだけでなく、そこから新たに自分で課題を見つけ出し挑もうとするとは。しかもそれが甲斐の器になることだなんて。
私には難しいんでしょうか。難しいよ。でもね、やれる可能性があるのは長谷倉に近い存在である向井だけだ。ただ君が作り上げた向井を捨てる必要がある。どういうことですか？君の向井は冷静で先輩思い、長谷倉が困っていればすぐに手を差し伸べる魅力的な男だ。主役の長谷倉を差し置いて心惹かれるほどにね。長谷倉先輩ではなく、私に関心が向いてしまうということですか？カイもそのつもりで君に指導していたと思うよ。君を輝かせるためにね。でも長谷倉を立てるのであれば嫌な奴が良い。長谷倉を先輩だと慕う心が表に出てきてはダメだ。長谷倉を追い詰める敵の一人になりなさい。そうすればそうするほど人々は長谷倉の心に寄り添う。これはもうジャックとかジャンヌとかそういう枠を超えたお話だ。これができれば君の個人賞は確実だろう。ただ与えられた時間は少ない。失敗すれば不格好なガラクタの出来上がりだ。それでもやるかい？失敗すれば不格好なガラクタ。それでも。やります。徹夜の予感。タイム、立花君、ちょっと休憩させなさい。あなたほど若くないのよ。すみません、ネジ先輩、付き合わせてしまって。それはいいけどさ、君少しは気分転換してきたらどうだい？仲間と語り合うとかさ。できるだけゆっくり長くおしゃべりしてきなさい。いいね。誰かに会いに行こうかな。お、なんだ、目がランランとしてんじゃねえか。稽古の真っ最中って顔つきだな。いいよ、別に話さなくて。どうせ明日わかるんだろう。軽く体動かしていくか。付き合うぞ。堂々としとけよ。それだけででかく見えるもんだ。そうするだけの価値がお前にはあるよ。しかし次から次に大変だね。お前も引き寄せてしまう体質なのかね。見てる分には面白いけどさ、周りがお前を構いたくなる気持ちもわかるし。カイが羨ましいわ。お前の練習に付き合いながらカイ本人も成長してんだぜ。お前、人の力を引き出す能力があるのかもしれねえぞ。オニキスやロードナイトも
そういう部分を感じ取ってるのかもな。ま、やらねえけど。ほら、行くぞ。ついてこいよ。体を動かしてすっきりした。稽古もっと頑張れそう。もう君に教えることは何もない。というか時間がない。あとは君のインスピレーションでよろしく。付き合ってくださってありがとうございました。向井の演じ方を変えたことみんなに話さないと。特に甲斐さんには。なあ、それは内緒にしておこう。え？でも。いいのいいの、甲斐だってちゃんと対応してくれるさ。それに先に話しちゃったら。ああ、いや、なんでもない。さ、張り切っていきましょう。あ、Tさん。マレちゃん。ついに夏公演だよ。ロードナイトに来る気になった？個人賞なんか関係なくさ。ルール違反見っけ。げっ、火災。や、おはよう。オニキスの王子様は随分と爽やかじゃない。勝利でも確信してんの？それならロードナイトのお姫様が不機嫌なのは敗北を恐れてるから。はあ、バカにしないでよ。言っとくけど今回参加するジャンヌの中じゃ私がトップだからね。キサがジャックに回ってる以上オニキスにもクォーツにも個人賞争いができるジャンヌいないの知ってんのよ。オニキスはその分ジャックが頑張るさ。何を余裕ぶって。キサ、こんなやつ倒しちゃいなさい。それだと橘の点火なしになっちゃうけど。あ、本当だ。キサ、条件関係なくロードナイトに来なよ。だからそれルール違反。ところで時間大丈夫？ロードナイト今回一番手でしょ。あ、やばい、みのりかわ先輩に怒られる。じゃあね、キサ。火災のバーカ。なんか目の敵にされてるんだよな。君に勝つよ、必ず。じゃあお互い頑張ろうね。個人賞が取れなければオニキスかロードナイトに転嫁。でも私は。さあさあ皆さん、舞台のお時間です。オリマキ君はちゃんといるかね。今日は一番に劇場入りしました。ネジ先輩の方が遅刻ギリギリだったじゃないですか。あと橘も。あ、っ
てもちゃんと間に合いましたから。今回クォーツは3番手の大鳥だ。他クラスの部隊はモニターで確認できる。せっかくだからじっくり鑑賞しましょうか。まずはロードナイトだ。おしなり先輩の歌すごい。彼はトレゾールだからね。ジャンヌとしても優秀よ。それでもここ最近個人賞には届かないけど。そうなんですか。こんなにすごいのに。我が76期にとっても花があってすんごく強いジャンヌがいるのよ。高階宙文さんっていうのだけどご存知？わざとらしいぞ。銀はオニキスのカイドウ。僕も一回だけ取ったことがあったっけな、アンバーの時にね。そしていつもどうだった司がここ最近個人賞を取れなくなった原因がそちらの睦弥海さん。かろうじて取れているだけだ。常に個人賞を受賞している文也カイドウとは違う。いやでもすごいっすよ。さすがクォーツのジャックエース。お、ロードナイトのジャックエースは2年生なんだ。ミノリカは華やかさはないけど平均値は高いからいつも個人賞取ってるよ。どうしよう。ロードナイトの1年は司の弟がいい役をもらっているな。おしなり先輩と比べたら歌はまだまだですけど、ジャンヌとしては目立ちますね。これからってところかね。さてさて、お次はオニキスだ。ジャックが揃って群舞踊ったら迫力あんな。あのアルジャンヌ、スガチ先輩だ。普段と全然違う。すごく綺麗だ。彼、化粧映えするんだよね。元はジャック志望だったけど、カイドウの勧めでジャンヌに転校したんじゃなかったっけ？それで、一気に才能が開花したんだよ。オニキスの舞姫だ。毎回個人賞で銀取ってる。個人賞？そういや、白田先輩は？その子、歌以外やる気ないから個人賞取れないのよ。トータルバランスも大事だからね。興味ないし。うちの木77期は毎回同じやつが同じ賞取ってる。変動なし。銅がロードナイトの実り川先輩で、銀がオニキスのスガチ先輩。うわっ、葛西がダンスで一気に前に踊り出たぞ。ああ、音の取り方がうまいな。表現力も高いわ。感覚でやってそう。中学の時から何でもできて天才肌でしたから。葛西くん、彼は確実に個人賞争いに絡んでくるだろうね。あとは長山弟ダンテ氏あたりかな。ロードナイトのおしなりマレジョーも入ってくるかもね。そこに切り込むは我がグレートガリオン。クォーツ1年生ですぞ諸君。イエス。はい。さあ準備に入るとしますか。いざ行かん。勝利の冠をクォーツに。さて、いよいよクォーツね。どんな舞台になるのかしら。ロードナイト勢が集まっているようだな、司。オニキスもじゃない。彼を迎え入れるのは。いや、オニキスだ。
司先輩に絡まれて災難だな。立花もカイドウさんに声をかけてもらえるのは名誉なことや。キサ、どんな役やるんだろう。初めてのジャックでしょ。男装の女の子とか。それじゃあジャンヌでしょ。ジャックは一朝一夕でできるものではない。入学当初からジャックをやっている我々との差は歴然としている。男性役をやるにはあまりにも可憐で愛らしすぎますもんな。見せてもらうよ、立花。安藤先生、オフィス街の真ん中に船がありますよ。今にも出航しそう。カンナったら、陸地に船があるわけないでしょ。あれは船の形を真似たビル。中にいるのは船員じゃなくて会社員。そうなんですか。それにしてもユニークなビル、新しい会社なんでしょうね。あの会社は私たちの年齢よりもずっと年上よ。カンナも知ってるんじゃないかしら。あの会社の名前はね、おはようございます。おはようございます。宇宙開発から飲料水の販売まで、グレートガリオン SJB です。我が社の説明をいたしましょう。今年でちょうど創立200年、古い会社ではありますが、貿易で財を成した創設者の言葉。船乗りならアカプルコを目指せを胸に、常にチャレンジチャレンジ。ちょっと意味は分かりませんが、今では世界100カ国で事業展開しております。売上高は国家予算レベルで、株価は右肩上がりっぱなし。首相も大統領も我が社の社長にはかないませんよ。おっと、これはジョークですよ、多分ね。給料？もちろんいいです。このスーツ、ポール・ルイスのオーダーメイドです。私物もすべてポール・ルイスで揃えていますよ。労働環境、我が社の福利厚生は万全です。社員食堂では栄養バランスと味にこだわった料理が出され、社員専用のジムは爽やかな汗を流す社員でいつもにぎわっている。残業？何ですかそれ。あー、よく聞く真っ黒なやつですね。それを言うなら我が社はマッチロケ、休暇も潤沢。リフレッシュ休暇、育児休暇、介護休暇、告白休暇。万が一告白に失敗したクルーもご安心あれ。そんな時は失恋休暇を使いましょう。プライベートが充実すれば、おのずと労働意欲が高まるもの。我が社の社員はスキルアップにも余念がありません。そしてそれが会社貢献につながる。どうです、素晴らしいでしょう。我がグレートガリオン SJB は。
チを切れ、フリスロートル、オーライレディゴー、恐れなど捨て、いざ乗り込もう、グレートガリオン、男は壮大な夢抱いて、後悔に立て、女は相談に切れ、荒ぶる大波に乗れ、羅針盤さえ予測不能の未来海図、届けあの地へ、いざ突き進むグレートガリオン、羅針盤このクーペアホールマリブ、追い風も背に視界定めろ、グレートガリオン、男は壮大な夢抱いて、後悔に立て、女は壮大に切れ、荒ぶる大波に乗れ、心は爽快と雰囲気が違った。キサちゃん、何か長谷倉、長谷倉じゃないか。おはよう我が友、我が同期。おはようルイス。君、この前の同期会に参加してなかったじゃないか。一体どうしたんだ。月一のお約束だろう。もうすぐ私の出番が来る。今までの向井はいない。ネジ先輩と一晩かけて生み直した向井だ。知っているのはネジ先輩だけ。そんな風に背中を丸めてうつむいていても、救いの女神は転がってやしないぜ。変わるんだよ、長谷倉。ああ。行こう。長谷倉先輩、ここにいたんですか。ったく。あ、朝一で来るはずの書類がないと上司が騒いでいますよ。何あれ、感じ悪い。年下の、しかもあんな小さい後輩に偉そうにされるなんて、長谷倉かわいそう。いや、しかしあいつ、ジャックできているじゃないか。クールでいいですね。俺が見た向井と違う。あの時の向井は長谷倉に対して温かみがあって誠実そうだった。でも今の向井は長谷倉を下に見てる。演技を変えた？この短期間で。
向井、申し訳ない。早く出社したつもりだったんだが。おや、長谷倉の部下の向井くんじゃないか。ご機嫌いかがかな。は、ルイスさん、あなたが原因ですね。長谷倉先輩は対ヨーロッパの交渉資料を上司に提出する予定なんですよ。足止めしないでください。先輩思いの知的な後輩が一夜にして嫌なやつに変わってるんですけど。向井、長谷倉さんに劣等感を植え付けていってるみたい。みんな長谷倉さんに対して同情的になってる。方眼びいきってやつだな。向井にもスポットライトが当たるはずだったのに、視線が長谷倉に集中してる。これ舞台全体の雰囲気も変わってくんぞ。プロジェクトですか。長谷倉先輩を使うだけ使って手柄だけ持っていく可能性がありませんか。ルイスはうだつの上がらない俺にチャンスを与えたいだけだと思うよ。長谷倉先輩はやりたいんですか。俺は、舞台転換、急いで。黒斗。あ、おお、カイさん。なんだい長谷倉氏、準備は。黒斗、あいつに何を言った。何のこと。とぼけるな、あれじゃまるで。自分みたいだ。今回の公演は橘の転換がかかっている。自分の役に集中させてやらなければいけない。花として目立たなければ。カイさん、カイさんの器をやりたいんです。俺の器。悪いけどそういうこと、舞台に戻って。だが、ほら行け。たく、そういうことか。貝の器はね、目立たなきゃいけない舞台で器をやるなんて言い出したら貝は反対するだろうから黙ってやったのか。俺よくわかんねえんすけど、向井どうなったんですか。ルイスは向井と大して交流ないから、よくわからん男という認識でよいよ。橘、歌唱パートは今まで通りだ。向井の役に引きずられるな。はい。キサちゃん、スタンバイ。今年の1年は公演日にハプニングを起こすのが趣味かよ。
いいんじゃねえか、退屈しなくて。今度ディナーもどうだい？いい店があるんだ。そうですね、機会があれば。社内一の出世頭と受付のマドンナがご一緒にランチですか。女性陣の悲鳴と男性陣のため息が聞こえてきそうな組み合わせですね。そうだな。いいんですか、長谷倉先輩。仕事も手柄も女性も全部同期に取られてしまいますよ。うん、貴様のジャック、動きに無駄がなくてシャープですね。うちの重役にもいますよ、あの手の切れ者。グレートガリオン SJB の企業レベルの高さが伺えますね。ここでは庶民的な長谷倉の方が異質な存在であると伝わってくる。カイに似ている。向井の立ち居振る舞いがですか。主役を立たせるっちゅう気構えがや。そうでしょう、カイドウさん。はい、次ミッキー用意して。安藤ダンス教室組も入るよ。はいはい、行くぞ。そし、はい。立花、悪い。社交ダンスのステップ確認付き合ってくんね。すぐ終わる。わかった。立花。あ、カイさん。自分の役目を果たします。ああ、一晩で演じ方を変えるなんて並大抵の覚悟ではできない。お前の覚悟、確かに受け取った。お前なら俺だけではなく他の奴らを引き立てることもできる。視野を広げろ、舞台のために動け。任せたぞ。はい。はあ、街は賑やかだな。金曜日か。少しぶらつくか。白間さん、まずい、こっちに来る。見つからずに済んだ。いや、なんで隠れてんだ。挨拶すればよかったじゃないか。白間さん、どこに行くんだろう。あんなに可愛らしい人が
夜道を一人で歩いてたら危ないんじゃ。ここが白間さんの目的地か。看板がある。安藤ダンス教室。ダンスを習っているのかな。どんなダンスをやっているんだろう。社交ダンスですよ。え、こんばんは。あ、どうも。いや、そのダンスに興味がありまして。それなら見学してみます。ああ、いやいや、突然見学なんて教室の方にもご迷惑でしょう。俺はダンスなんかやったことがない初心者ですし。いいえ、初心者大歓迎です。ここのダンス講師が言うんだから間違いありません。ここのダンス講師？え、あなたが教えてらっしゃるんですか？はい。さあ、どうぞ。あ、はい。ただいま。おかえりなさい。それにしても長谷倉さんがどうしてここに？あ、そのダンスに興味があるそうですね。あ、はい、そうです。白間さんもここでダンスを習っているんですか？白間ちゃんは時々カンナのダンスを見に来てくれるんです。彼女も大学時代は社交ダンスをやってたんですよ。今はさっぱりだけどね。長谷倉さんはダンス経験があるんですか？これが全くの初心者で。安藤先生の指導を受ければすぐに踊れるようになりますよ。じゃあ私はこれで。長谷倉さん、頑張ってくださいね。あ、はい。長谷倉さん、まさか白間ちゃんの後をつけてきたわけじゃないですよね。白間ちゃん目当てでダンスなんて興味ないんじゃないんですか？入会します。このダンス教室に入会させてください。それじゃ今日のレッスンはここまで。お疲れ様でした。もう終わりですか？歩いていただけなんですけど。でも疲れたでしょ？それは、はい。日常でも鏡やガラスに自分の姿が映ったら姿勢を正してみてください。それではまた来週の金曜日に。大変なことになってしまったな。しばらく経ったら適当に理由をつけて退会しよう。ショーウィンドウに俺の姿が映っている。ダンス教室で習った姿勢はこうだったっけか。前、前、横。横？こうですか？はい。次は後ろ、後ろ、横。こうかな。今の動きを繰り返します。前、前、横。後ろ、後ろ、横。
前、前、横、後ろ、後ろ、横。いい感じ。じゃあ今度は手を使いましょう。長谷倉さん、右手をまっすぐ前に伸ばしてください。ボールを抱えるように伸ばした手を優しく曲げてください。こうですか？はい。今度は左手です。左手は横に伸ばして関節を上に曲げます。こうか。ええ、その格好で足を動かしましょう。はあ、これ踊っているみたいだ。社交ダンスのステップなんです。そうなんですか？社交ダンスって一見難しいように見えるけど、コツをつかめば簡単に踊れるんですよ。じゃあ最後に、左手は私の手とつなぎ合わせて、右手は私の腰に。お、さあ踊りましょう。前、前、横、後ろ、後ろ、横。長谷倉さんも声を出して。あ、はい。前、前、横、後ろ、後ろ、横。踊れていますよ。踊れている。俺が踊れている。こんな俺でも踊れるなんて。ああ、いや、安藤先生の指導が良かったからで、俺は何もしてないんですけど。長谷倉さんが真面目に練習したから踊れたんですよ。 ありがとうございます。踊れるって感覚があるうちに新しいステップの練習をしましょう。はい。今週もやってきたのね、金曜日。君も僕も金色のきらめき。あら、長谷倉さん、今日は早足でどうしたの？もしかして何か素敵なご予定が？え、そんな、別に何もないよ。相変わらずブライカン。だったら私たちと出かけません？そうだよ、長谷倉くん、君も金色のきらめき。いえ、俺は失礼します。あん、ひどいわブライカン。いえ、ブライアン長谷倉。長谷倉先輩があんなにはっきりと断りを入れるなんて珍しいの。いつもより早く着いた。この前習ったステップの練習をしておこう。ねえ、安藤先生。安藤先生はもう競技会に出ないんですか？カンナちゃん、その話はよして。だってダンス留学して国際大会にまで出た人なんですよ。私、安藤先生のダンスを見て社交ダンス始めようって思ったんだから。私、競技会で輝く先生が見たい。忘れてちょうだい。あの時の私はもう捨ててしまったの。あ、長谷倉さん。こんばんは。私、今日は帰ります。カンナちゃん。安藤先生、ごめんなさい。練習始めましょうか。安藤先生、今日は帰りましょうか。
そんな、大丈夫ですよ。ごめんなさい。ダメだな、私。長谷倉さん、ちょっとだけ付き合ってもらっていいですか？できることがあるなら。じゃあ行きましょう。え、どこに？あ、ここダンスパブなんですよ。本当だ、みんな社交ダンスを踊っている。気になった相手と踊ることもできるんです。お好みの方がいれば声をかけていいんですよ。え、ああ、いや、そのそれじゃあお相手願えますか？The endless deep black sea is around me. A beautiful view, she seems just like a robin. And never to go, and never to back, we're lacking something. A beautiful view, she seems just like a robin.The rivers play in the clouds, light by the sun. Able to fly high in the sky without a doubt. Summer comes in, all things begin to change their colors. Able to fly high in the sky without a doubt. See floating thing just endlessly, that leads meDrift along and losing its way, the all is me. What's planned this thing, there will be beyond the sea. There's only a trivial thing I want to break. A beautiful view, she seems just like a長谷倉さん、ダンスは楽しいですか？え？本当は城間さんのことが気になって教室の前にいたんでしょ？あ、
勘違いだったらごめんなさい。きっかけはおっしゃる通りです。もしダンスが辛いなら。あ、俺みたいな人間でも踊れるんだって驚いたんです。俺は何もできない男なので、ちゃんと踊れて褒められたのが嬉しかった。でも長谷倉さんは歴史がある有名な企業に勤めているじゃありませんか。うちは残業がなくて有給も取りやすい。プライベートな時間がたっぷり取れます。充実した日々そのものだ。素敵ですね。普通はそうなんでしょうけどね。俺は残業したいし休みもいらないんですよ。定時に上がるためにあくせく働くより、残業になってもいいから自分のペースで働きたい。休みが多いと時間を持て余して虚しくなってしまうから、それなら会社で仕事をしていたい。みんなが羨むことが俺にはプレッシャーなんです。ごめんなさい、私ったら。いえ、時代に逆行している要領の悪い俺が悪いんです。同期に先を越され、後輩には迷惑をかけ、つまらない男です。そんなことはないです。え、私にとって長谷倉さんは楽しい人だ。楽しい？俺が？ええ、だってあんなに踊ることを怖がっていた人が今じゃダンスパブで踊ってるんですもの。こんなに楽しい変化はないわ。私、長谷倉さんを見ているとダンス教室を開いてよかったって。そう、この道に進んでよかったんだって。長谷倉さん、もっと陽気に踊りましょう。お、ちょっと安藤先生。それにしてもキサってついてないな。あんな嫌な男やらなきゃいけないなんて。見てる人が不快に思うくらい嫌な男が演じられてるなら立花の勝ちでしょ。でも残念だな。何が？この向かいだと長谷倉のために声を上げたりしなさそう。そりゃそうでしょ、向かいってそういうやつじゃ。俺が見た向かいはそうじゃなかったんだよ。すご、次のシーンでダンス教室にルイスが乗り込んでくる。向井がルイスにダンス教室のことを教えてしまったばかりにね。前の向井なら長谷倉を思うあまり声を荒らげていた。でも今の向井は自分の出現に対する焦りが強い。悩ましいね。コクト、ああ、なんだい、今日はずいぶんおしゃべりさんだね。かい、迷っているなら挑戦させろ。もっといい案があるんだろ。俺なら動ける。
その言葉を待っていた。でも立花君だけじゃもう変えられないくらい今の向井は仕上がってる。だからカイト、ヘイロイス、はい、ジャックの君たちに立花君の向井を引っ張り出してもらうよ。失礼いたします。私、グレートガリオン SJB のルイスと申します。ルイス、ハセクラ、聞いたよ、君社交ダンスを始めたそうじゃないか。水臭いな。ああ、とても臭いぞ。ルイスさん、勝手なことはしないでください。向井、向井君、ハセクラさん、シロマさん、お知り合い？彼ら二人は会社の同僚なんです。向井、一体どうしたんだ？ハセクラ先輩が社交ダンスを習っていることを話したら、ルイスさんが自分も習いたいと言い出したんです。今の向井は自分の失敗に焦っている。この気持ちのまま、そういえば以前ランチで話していましたね、白魔女、学生時代にダンスを習っていたと。踊る白魔女は大層麗しいことでしょう。一曲お相手願いたいものだ。なあ、ハセクラ。ルイスが挑発的な言い方をした。ハセクラ先輩がそのせいで萎縮してる。そうだ、こういうのはどうですか？二人でダンス勝負をして勝った方が白魔ちゃんと踊れるんです。あ、そんなこと。ハセクラ先輩の様子がおかしい。社交ダンスで気づいた自信が一気になくなってる。とても面白いアイディアだ。俺はダンスは未経験ですけれどもね、運動神経には自信がある。何より勝負に強い。ハセクラに負ける気はしません。そうだろうな、俺なんかじゃ。ハセクラ先輩が今まで見たことがないくらい傷ついてる。虹先輩にはハセクラ先輩を慕う心が表に出てこないくらい嫌な奴になれって言われた。でも先輩がここまで打ちひしがれてるのに何も言わずにいられるの？落ち着いていられるの？私は向井を次から次に大変だね。お前も聞かせてやんな、お前の本気の声。向井なら、向井ならここまでされて黙っているわけがない。ルイスさん、
あなたはいつもそうだ。長谷倉先輩を軽んじて自分の優秀さをひきらかす。え、何？向井が怒った？ゾクゾクさせてくれるじゃない。立花、とんでもないものを隠し持っていたな。誤解だよ向井君。俺は事実を言っているだけだ。無自覚ならなおさら立ちが悪いです。白間さん、馬鹿げた勝負ですが受けてもらえませんか。ルイスさんの思い上がりを打ち砕かなければ気が済まない。どうしたんだ、落ち着け向井。お前らしくないぞ。僕は冷静です。これが俺の役目だ。向井、いいやつだったんだ。先輩のピンチに声を荒げるなんて男らしい。おや、トイチ、感動で言葉が出ないのかな。うるさい。参ったな。やっぱ面白いな、ユニベールの歌劇。はあ、お疲れ様、キサちゃん。おい、めちゃくちゃかっこよかったぞ。立花君、あの叫びで嫌な向井は消えた。元の向井に戻してくれ。3割増してかっこよく。コロコロ変えすぎでしょ。後で文句言いな、立花。終わったらすっきりしてどうでもよくなりそうだけどよ。立花、よくやった。あとは任せろ。はい。驚いたな、向井までダンス教室にやってくるなんて。申し訳ありません。僕がルイスさんに社交ダンスの話をしてしまったばっかりに。その上あんな勝負ごとの約束まで取り付けてしまって。決まったことは仕方ない。俺は淡々とやるよ。勝つのは難しいだろうけどな。長谷倉先輩、ずっと練習してきたんでしょ。今日始めたばかりのルイスさんなんて。お前も見てただろ、その始めたばかりのルイスがあっという間にステップを覚えて踊っているの。あのペースで上達したらあっという間に追い抜かされるよ。そんなことないです。頑張りましょう。絶対に勝てますよ。気を使ってくれているんだな。気にしなくていいんだ。何をやっても人並みにできない俺が悪いんだよ。もう聞き飽きました。向井、何かあると俺が悪い、俺が悪いって。長谷倉先輩の何が悪いんですか。そんな風に自分が悪いだなんて言われたら僕はどうしたらいいんですか。そうだ、長谷倉先輩が悪いって言えば満足ですか。向井、俺は別にそんなつもりじゃ。あなたがそうやって卑下するたびに、あなたを信頼している僕まで傷つけられるんですよ。向井、失礼します。向井、向井。
おはようございます。向井、先週のことなんだが。あの勝負、なかったことにしましょう。趣味でやっているダンスなのに、自分以外の誰かの意思で勝負をさせられるなんておかしいでしょ。皆さんには僕から謝っておきます。向井。長谷倉先輩に、自分が思い描く理想のアフターファイブを押し付けようとしていた奴らと一緒ですよ。長谷倉先輩に僕の意見を押し付けてしまった。お前は悪くない。長谷倉先輩。お前が俺のことを考えて言ってくれたのは分かっているから。ダンスパーティー、お前も見に来い。ルイスに勝ってみせる。いや、無理にとは言わないが。行きます。いえ、行きたいです。僕は長谷倉先輩なら勝てると信じています。向かい、ルイスさんも長谷倉さんもめきめき上達してるんです。私のアイディア大成功。もうみんなを巻き込んで。白間さんもいる。二人でご飯にでも行くんでしょうね。仲がいいんですね。ねえねえ、ルイスさんと長谷倉さん、会社ではどんな感じなの？ルイスさんは大きなプロジェクトを任されていて、社内でも人気があるわ。社交的で顔が広い。長谷倉さんは？長谷倉さんは怖い。怖い？どうして？長谷倉さんっていつも空虚な感じで、何を考えているのかわからなかったの。目が合うたびに怖くて、いつも曖昧に笑ってごまかしてた。何それ！ディナーで詳しく聞かせてくださいよ。長谷倉さん。すみません。変な話立ち聞きしちゃったな。見えていなかったものが見えるようになったと思ったら、見えていると思っていたものが見えていなかったことに気づくなんて、本当ダメだな俺は。またいつものやつです。俺が悪いんですよ。俺が。あなたは悪くないわ。長谷倉さんは悪くない。悪くない。長谷倉さん、踊りましょう。
でも今そんな気持ちには。だからです、嵐の夜に船を繰り出しても沈むだけ。そういう時は体を揺らして待つの、海が凪ぐまで。白間さんが俺を怖がってたのは仕方ないと思う気持ちもあるんです。でも悲しかったな。勝負は辞退します。これ以上白間さんを怖がらせるような真似はしたくないんです。ダンスもやめようと思います。また元の生活に戻るだけだ。それでいい。俺には何もなくていい。本当にそれでいいの？いいんです。それならどうしてそんなに寂しそうな顔をするの？今はこんな話するべきじゃないと分かっているけれど、私、白間さんがあなたのこと。でも彼女は。分かっています。私だって彼女の言葉を聞いた。彼女、成長する長谷倉さんの話を興味深そうに聞いていたのよ。長谷倉さんすごいですねって微笑みながら。それならどうして。わからない。でもここで終わりにしたら永久に答えなんてわからないわ。長谷倉さん、この足を止めていいの？止めたくないな。楽しかったのかもしれない。俺は何もできなかった。俺がダンスを知ってできることが一つずつ増えていって。ああそうだ、楽しかったんだ。辛いけど今も踊れて楽しい。俺ダンスやめたくないです。どうしました？長谷倉さんが笑ったから。そうなんですか。自分じゃ分からなかった。泣きたいくらいだったのにもう笑っているなんて。ダンスのおかげね。いや、安藤先生の。私の？あ、いえ、もう少しだけ踊ってもいいですか？え？長谷倉さんには長谷倉さんのいいところがあります。そこが引き出されるように私も踊るので安心してください。ありがとうございます。
でもそれだと安藤先生は窮屈じゃありませんか？主役は長谷倉さんじゃないですか。そんなこと気にしなくて大丈夫ですよ。さあ踊りましょう。安藤先生、さあ今日はこの辺で終わりましょうか。また来週。カンナさん。ん？何？ちょっといいかな。なあ長谷倉、俺は君が羨ましいんだよ。え？君はどんな時もどっしりと構えていて、つまらない仕事も黙々とこなす。しかも確実に。俺とは真逆な君を俺は尊敬しているんだよ。ルイス。だからこそ負けられない。それじゃあ踊ってくる。彼女、お手を。はい。ルイスさんがあんな風に思っていたなんて。いよいよですね。数ヶ月前の自分に言ってやりたいです。お前はダンスホールで踊るんだぞって。どんな反応するかしら。よくわからないが俺が悪いんだろう。ダンスホールで踊ることになるなんて。どんなダンスを見せてくれるのかな、長谷倉。驚くと思いますよ。安藤先生も含めてね。落ち着いていきましょう。はい。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。長谷倉が安藤先生をリードしてる。長谷倉さん、どうしたんですか。これじゃあなたが目立てない。ルイスさんに勝てません。気づいたんですよ。いや、もともと知ってたことなんですけどね。しっかり自覚しました。自覚した？何を？俺はルイスと違って目立つのが好きじゃないんです。え？意識の高い人々に囲まれて前に出る勇気がない自分に嫌気がさしていたのですが、これは俺の個性なんです。俺は自分が前に出るよりも前に出るべき人のサポートをする方が好きだ。そして安藤先生、あなたこそ前に出るべき人なんです。いや、あなたが前に出て輝いているのを俺は見てみたくなったんです。だからカンナさんに安藤先生が綺麗に見える踊り方を習った。船乗りならアカプルコを目指せ。社の創設者の言葉です。意味は分かりませんが、なんだか勇気がもらえるんです。踊ってください安藤先生。
身を任せて。ええ。コンパスの穂先が穴を開けるようにぶれないよう置いたら尖るしかなかったていた時の安藤先生だ。思わぬ策士がいたようだ。いや、長谷倉が本来の力を発揮しただけか。そうですね。フロアにいる人たちが素敵だわ、長谷倉さん。やった、長谷倉さん大成功だよ。みんなの目が安藤先生に釘付けです。カンナちゃん、これが見たかったの。私嬉しいです。それに分かりました、安藤先生は大会に出なくったって輝けるんだって。安藤先生は輝こうって思えば輝けるんだって。ありがとうカンナちゃん。ねえ長谷倉さん、白間ちゃんってね、会社の長谷倉さん見て怖いなんて思ってたらしいんです。長谷倉さんが何を考えてるのかわからないって。ああ、でもね、社交ダンス踊ってる長谷倉さんを見て白間ちゃん気づいたんです。
長谷倉さんって控えめで思慮深くて温かい人だってことに。ちゃんと見えてなかった自分が恥ずかしいって。長谷倉さん、白馬さん。今日とっても素敵でした。安藤先生ももちろん綺麗だったけど、長谷倉さんが一番輝いて見えた。だから私と踊ってくれませんか？長谷倉先輩、よかったですね。白間さん、俺はあなたの笑顔に救われていました。あなたがいてくれたから仕事も頑張れていた。だからそう言ってもらえて嬉しい。とても嬉しいです。でも俺が踊りたい人は安藤先生なんです。そんな気がしていました。長谷倉さん。安藤先生、誰よりも輝くあなたを誰よりも近くで見ていたい。毎日生きれば必ずこの日がやってくる。そう、待ちに待った金曜日。今日の金曜も金色のきらめき。あら、長谷倉さん、ご機嫌いかが？今日はご予定あるのかな？予定ですか？今日は社交ダンスがあるんです。終わった。きつい。ラストのダンス大変でしたね。全部振り絞った感じかしら。でも最後にもう一つイベントが残ってるわよ。クラスショーと個人賞発表。十分やったろ。これでダメなら日頃の行いが悪いとしか言えねえさ。ですな。まずはクラスショーだ。優勝だ。クォーツがクラス優勝。オニキスさんとロードナイトさんを抑えてのクラス優勝じゃないですか。クォーツが一番なら個人賞取れなくても転嫁しなくていいんじゃないの？そうっすよね。俺もそう思います。僕もそう思う。でも多分そうはいかない。フミ、アルジャンヌ、お疲れ様。アルジャンヌでクラス賞を取んの、月さん卒業して以来初めてだ。お前もお疲れさ、ジャックエース。キサ、お前もな。ああ、よかったぞ。さて、いよいよ運命の個人賞発表だ。金賞、金賞だ。キサちゃん、個人賞取れてる。しかも金賞だよ。おい、やったな立花、すっげえぞお前。
他のジャックを抑えて金賞取っちゃうんだ。よくやったもんだな。ジャックができることを自分の力で証明したんだぜ。初めてのジャックで苦しんでたのが嘘みてえだな。今回は君の対応力の高さにも驚かされたよ。こちらの要求をすぐに飲み込んで、さらに良いものを見せてくれるんだから。君が手に入れたのはジャックとしての自信だけじゃないはずだよ。おめでとう、橘。いろいろ言葉をかけてやりたいが、うまく出てこない。お前が結果を出せてよかった。あれ、折巻すず。俺も名前ある、個人賞取ってる。本当だ、おめでとう。すずくん、すごい。すずくんも個人賞取っちゃうなんて。よっしゃーやったお前が個人賞取ったせいで橘を押し出してたらどうするつもりだったんだ。考えてなかったっす、バカ。クォーツ1年から2人も個人賞に送り出せるとは上々じゃありませんか。フミの金賞はいつも通りだけど。おい、カイ、お前銀賞じゃねえか。銀賞、俺の銀だよ、銀。うん、初めてじゃない？銀取るの。クォーツのアルジャンヌとジャックエースが金と銀なんてすげえ。おめでとうございます。ああ、だがカイドウは。どうだカイドウ、俺の負けだ。カイ、後輩を育成するという面でもな、お前は橘をジャックとして見事に育て上げた。俺の力じゃない。橘にジャックを見出したのはコクトだ。それにクォーツ生もみんなそいつが個人賞を取れるように協力していた。何より橘が努力していた。本当、とんでもない力を隠し持っていたのね。これだけ有能ならどのクラスでも上を目指せそう。同意見だ、橘。お前の力を見誤り失礼な話を持ちかけてしまった。お前のジャックエース見てみたくなったぞ。ありがとうございます。おめでときさ、やったじゃん。あんたの向かいすっごくよかったよ。最初は嫌なやつだと思ってたけど、長谷倉さんのために叫んだところ感動しちゃった。おめでとう橘。笠井くん、すごかったよ。ジャックとしてもそうだし、舞台の上に立つ人間としても。本音を言うと悔しいけどね。ジャックとして勝負してるつもりだったのに、君ってばもう違うステージに行ってるんだもん。乾杯だよ。君はこれからクォーツに必要な存在になっていくんだろうね。でもね、俺諦めてないよ。君に俺のジャンヌになりたいと思わせてみせるから、覚悟しといて。じゃ、表になりますな。ネジ先輩。笠井君、今回のことでなおさら気持ちを強くしたみたい。実力がある分レベルが高いやつと組みたいんだろう。自分に釣り合うのはお前しかいないって目をしてた。花にも器にもなれる姿を見ているからな。同期ならなおさら感じるものがあるだろう。貴様に選んでもらうために自分のレベルを上げるってのは貴様に対する敬意の表れだろうね。
いやいや、でも立花はクォーツだし、俺のライバルだし。そう、立花くんがクォーツを離れるなんて考えられないよね。あ、何その冷たい目。いいじゃない、結果オーライだったんだし。あと僕も罪償いの猛特訓に付き合ったんだから。しかも打ち上げはジジュエンの高級焼肉ですよ。これも僕の巧みな交渉の賜物。黒は肉なしな。え、妥当でしょうね。そもそも立花の頑張りのおかげだ。待ってよ、ジジュエンで肉なしとか図書館で本読むの禁止と同じだよ。ジジュエン椎茸うまいらしいっすよ。大館山ででっけえ椎茸取れるって。しいたけが嫌ならライスです。ライス、ネジ先輩は半ライスです。はい。言ってくれるじゃないか、夜長くん。その挑戦受けて立つよ。君たちが思わずお肉を恵みたくなるぐらい情感たっぷりに半ライスを食べてみせるさ。つうかそれより明日から夏休みだろう。エニスさんから話あるんじゃね。うわ、もう夏休みなんだ。はい、結果発表が終わったら稽古場に集まるように言っていた。だったら行きましょうか。ほら、お前も行くぞ、立花。え、あ、打ち上げで半ライスか、こりゃ愉快。クラス優勝に個人賞、本当に良かった。よ、ジャック、どうだ今の気持ちは。向井は出番が多いわけじゃない。見せ場だって少なかった。正直かなり不利な状況だったと思うわ。なのに金賞取るってことはよっぽど良かったってことだよ。悩みながら必死で作り上げた向井を一夜にして捨てちまったんだろう。潔いにも程があんね。舞台でもどんどん成長してるしさ、叫んだところなんて爽快だったわ。周りの連中のお前を見る目が一気に変わってたぜ。あの瞬間みんながお前に夢中だった。舞台に立ってる俺らもな。それが花ってやつだ。おかげで俺も気合入ったわ。あれを超えるものを見せなきゃなんねんだから、主役としてさ。それに個人賞だけじゃなくクラス優勝も取らせてやりたかったし、先輩なんだからかっこつけねえとな。
しかし、どうせなら真正面からお前が叫んでるの見たかったぜ。ついてるわ、カイやスーア。カイが教えたことがお前の中で生きてんのも感じたよ。他の奴らのいいところもな。ジャックの参考にありったけ盗んでいったんだろ。やりたい放題じゃないか。俺からも目一杯盗んでほしいね。お前の中で消化して俺が盗み返したくなるくらいにさ。お前の肩にはまらない自由な発想、俺は好きだよ。みんなお疲れ様。夏公演が終わって明日から夏休みだ。入学してから今日までずっと授業に公演に忙しかっただろう。羽を伸ばすといい。とはいえあまりに怠けて新学期から体が動かないなんてことがないようにな。あとそうだ、8月10日から8月16日までクラス合宿がある。クラス合宿？何するんですか？目下計画中ですよ。楽しみにしててね。俺からは以上だ。お疲れ様。よっしゃ、打ち上げだ。着替えて集合な。橘、ちょっといいか。あ、はい。校長先生かな。個人賞おめっとさん、順調そうだな。天下の話が来た時はワクワクしちまったぜ。俺が目つけて連れてきたやつをみんなで取り合ってんだからな。あちらもこちらもお目が高いと。夏公演が終わったところで呼び出したのはお前に確認しておきたいことがあったからだ。お前覚えてるか？ユニベールにいるための条件。まず一つ、女だってことがバレないようにすること。説明するまでもない大前提だ。二つ、他の生徒たちと信頼関係を築くこと。舞台を作る上でどれだけ大切か、もう実感してんだろ。そして三つ、ここからが本題だ。これについては学校に馴染んでから詳しく説明するって伝えてたな。でも今なら説明しなくてもその大変さがわかるはずだ。改めて言うぞ。三つ、一年の総決算、2月に行われるユニベール公演で主役になること。魅力的な同期や優秀な先輩たちがいる中で主役に選ばれることがどれだけ難しいかわかるよな。すでに新人公演と夏公演が終わった。残りは秋公演、冬公演、そしてユニベール公演の3つ。冬公演までにしっかり結果を残さなきゃユニベール公演の主役は取れねえ。力をつけな。そして証明するんだ、お前がユニベールに必要な存在だってこと。期待してるぜ。
い。明日から夏休み、気持ちを新たに頑張ろう。さあ